おはようございます。本日12月5日天気最高です。ねえ、レッドシェイですか？あ、そうです。はい、本日関口コーチコンディションどうでしょうか？最高です。お願いします。ゆうや、ライン低いな。ライン低い。はい、リュウジ。ほら。ちょっと外腰前出すぎちゃうな。出てきます。はい、大輔。奥村ゴープロを撮影します。はいよ。はい、しゅん。さしです、お願いします。はいよ。はい、さき。はい、ライン高くキープしてる中でね、ちょっとライン下がるな、まだ。あ、悪くないか。さあ、お願いします。よっ。はい、そうや。よし、行きます。よし、そうや。お、ちょっとずつ線細くなってきてね、花瓶っぽくなってきたよ。はい、ゆうすけさんどうぞ。よし、OK。 もっと元気よく。はい、ゆうすけさん、朝話したゲートの下ですね。ここお願いします。ゲートの下の部分でからゲートから離れないように注意してください。はい、よ。はい、わかんない。よし、わかんない。目線だ、目線。次の次の木もしっかり見ていく。次の次見ていく。はいよ。はい、よしてる。おー、よしてる。よくなったわ。ゲートの上でだいぶ板の方向ね、変わってきてるよ。あとはな、目線だな。自分のもっともっと遠く見て滑らないとダメだ。次さん、次のお願いします。はい、次さん、次さんお願いします。はいよ。はい、坂口さん、今回のテーマとしてライン取りですね。ライン取りをしっかり高くイメージして作れるように。はい、サラさん、次の行きます。お願いします。はいよ。はい、サラさん、サラさん、もうちょっとずらすときにしっかり角度つけたいよ。これだとまだ傾きが弱いよ。はい、シーマだ。よし、島のもっとゲートで大きくずらさないと。お願いします。ちょっとずらすね、量が少ない。もっとしっかり。はい、ケちゃんよ。すぐ横から向きます。ケちゃん。はい、ケタニさん、どうぞ。ほら、ケちゃん、こういうラインがね、下がっちゃうのダメだよ。な、もっとゲートの上でしっかり板の方向付けを行わないとダメだからね。はい、オケタニさん。はいよ。オケタニさん、もうゲートの上でもうちょっとしっかり板動かさないとダメですよ。ゲートの上でしっかり動かす。まあ、ゲートの上じゃなくて、ゲートの下でずれる幅がちょっとまだ多いですよ。はい、コウセイ。さっきフリでやったエッジングの強さ。お願いします。もうちょっとずらしがあるといいな。前半ちょっとずらしないよ。もうちょっとずらせ。はい、はじめさんどうぞ。はい、はじめさん。そう、お、ラインいいですね。ちょっとリズムが複雑なんで、それに合わせてこのずらし方、ずらす量使ってほしいですね。吉坂ですね。はい、吉坂さん。はい、ゲートの上で多い量をずらしてあげて、角付けですね、しっかり作ってあげる。高
倒れる角度はいつもよりいいんですけど、ちょっと上の量が少ないですよ。はいよ。高橋です。お願いします。はい、あんな。はいよ。あんな。はい、目線高くしてあげないと。まずは目線しっかり高く。はい、深山さん。そう、上でもうちょっとずらしたいですよ。このずれる幅が内径の角度になってくるんで、今ちょっとずれしがまだ少ないですよ。前半ゲートの上でしっかりずらせるように。はい、もっち、はい、行きます。お願いします。もっち、浮かすな浮かすな。はい、もっと後半回しすぎたぞ。これは後半回しすぎ。はい、のはいよ。はい、のは、はい、のはもうね、テールが外にこう出てしまって、言うたらね、外スキーがね、に力かけられない状態になっちゃってるから、いいか。何です、お願いします。回さないっていうのが大事だよ。はい、行きます。ゲートの上でしっかりと、そう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 。お、マリーいいよ。はいよー。そう、ゲートの上でしっかりと出してから鬼門に向かって、射角を作っていくっていう風なイメージだかね。はい、マナホー。そう、ここで強く、もうちょっと強くだよ。切り替えが少し早くなっちゃう。はい、量いいよ。ちょっとマナホーも内に向いちゃうな。この辺はいいね。行きます。お願いします。はい、いいよ。はい、ミュウいいよ。ゲートの上でしっかり削って。そう、ゲートの上でしっかり。もうちょっと削る量多くだよ。もうちょっと削る量多く。トリウム量だけに。次、山に行きます。はい、ミュウ。今日、うちのトリウム初かな？初になります。まずはしっかり鳴らして。はいよ。行きましょう。ヘッチングの感じだからすごいね。はい。おお。次は、はい、次に下から行きます。よろしくお願いします。はいよっ。やっぱり前半での動きからちょっと。次に下から行きます。よろしくお願いします。次は新井です。よろしくお願いします。はい、とにかくラインを高くイメージして、ラインを高く。はい、スタートどうぞ。そうそうそう。さっきの1本よりはいいからね。しっかりラインを高い中です。はい、あ、ちょっとほら、ここで内にこうやって抜いてっちゃうのが惜しいかな。ストックしっかりつけるといいかな。ストックつけるとまた変わってくると思います。あ、オッケー、取るやないかい。いや、リュージです。お願いします。ちょっと近いな。はい、リュウジ。いやー、まだ回しにいっちゃうな。さっきよりは、朝一よりはだいぶいいけどな。朝一よりはだいぶいいよ。大輔行きます。はい、大輔。さっきです。お願いします。はい、さっきよ。はい、さっき。そうで行きます。お願いします。よーし、早いよ。さっき腰下だけになった。はーい、そうやー。よーし、そうや。細い線で捉え。はい、ゆうすけさん、どうぞ。よーし、頑張れ。よっしゃー。もうちょっと運動大きくしてた方がいいよ。あ、ゆうすけさん。コース整備後、1本目です。こう、板がこう、ずれていってるとき、ちょっとお尻が回っちゃうのがもったいですね。はい、させよ。よし。はい。お、朝一よりは全然。動きしっかり出てるよ。あとこれでストックだね。ストック、ストックです。お願いします。はい、よしよ。はい、よし、サラサです。お願いします。はい、サラサいいよ。
サラさん、あの頭外出すぎだよ、頭外出すぎ、もっとしっかりね軸作って倒すように。はい、サラさん次に行きます、お願いします。もうちょっとサラさんスピードアップしていってもいいよ。アップしないとうまくこう今度噛み合わなくなってくるからね。はい、今だ、途中でちょっと撮影してるからビビるなよ。奥田です。はい、桶谷さん、どうぞ。はい、シーマだ。めっちゃ笑っとるやん、勝地さん。おい。はい、桶谷さん。桶谷です。お願いします。桶谷さん、ちょっと体を後ろに。はい、どうぞ。後半後ろに抜けないように注意してください。はい、ケイちゃん。コースです、お願いします。ケイちゃん、肩のラインまで一緒に傾かないように自分からもっと圧かけてけ、自分から。はい、よー、はい、コース次から行きます、お願いします。ちょっとまだ浮いちゃうな、角度弱いよ。はい、坂口さん、どうぞ。だいぶこの辺が良くなったかな。はい、坂口さん、はい、どうぞ。そうそうそう、坂口さん、これぐらい丁寧に作っていってあげたいですね。もうちょっと出幅多くていいですよ。はい、はじめさん。お、はじめさん、だいぶ方向決まってから入るようになってますね。安坂です、お願いします。ゲスゲス。はい、安坂さん、安坂さん、もう少し前半で方向決めたいですよ。はい、わかりました。はい、安坂さん、岡山です、お願いします。深山さん、もう少し前半で、深山さんもう少し前半で方向決めたいっす。はい、よし、坂さん。はい、深山さん、そう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 、ちょっとナイトして入っちゃうかな。もっと丁寧に前半削っていけたらですよ。です、はい、やんな。やばい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 。ああ、まだまっすぐ行っちゃうな。はい、もっちでは行きます、お願いします。はい、のわいよー。まあもうね、さっき言った方向だけ注意して。はい、もっちちょっと上がっちゃうよ、上げちゃダメだ。はい、のわ、方向決めて、よし、のわうわうわーい。いやー、これをマリーです、お願いします。お、感謝面、はい、マリー、マナホ行きます。はい、マナホ、さっき奥村コーチが言ってたことね、注意して。はい、そう、よし、マナもここで一瞬でピッチング。お、お願いします。はいよ、はい、鳥海、はい、いいよ、見るよ。はい、見る、次に行きます、お願いします。うい、はい、いいよ、次に行きます、お願いします。はい、はいよ、もっとコントロール性だよ、コントロール性大事なのは。はい、次はライン行きます。お、さっきより頑張ってじゃん、よしよ。はい、いや、打ち足乗っちゃうな、打ち足というか内側に向きすぎちゃうんだよな。足からもっと浮かしたいよ、足から。あ、ゆうや、
足場軽いな、やっぱ右が。右軽い。リュージョン、お願いします。はい、リュージョン、コース。最後回してこない、ほら、最後回してこない。最後回してきて、肩回してくんな。まだな、シャドウとか出てくるぞ。いい、スタートですか。はい、どうぞ。はい、奥谷さん。オンザコース。ちょっとエッジぬるいかな。おー、こっち肩入ります。体入ります。右外側、右外側。よし、行きます。はいよ。はい、大輔、オンコース。先でお願いします。右なんかおかしいぞ。二段エッジなんな。はい、先、スタート OK。はい、先、オンコース。はい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 、最後体回すなよ。最後体回すなよ。左肩ちょっと出てくるぞ。はい、スタート OK です。はい、はじめさん、OK です。はい、はじめさん、起こす。吉高です、お願いします。はい、吉高さん、スタート OK です。はい、はい、吉高さん、起こす。ちょっと遅いな、ちょっと遅い。しっかり方向付けもう少ししたいですね。お願いします。はい、よし。はい、よし、いいぞ。はい、よし。お疲れ様です、お願いします。はい、ちょっと待ってください。惜しいな、ちょっとまだ開くな。はい、深山さん。はい、そうや、スタートいいよ。あー、左ちょっと遅い。はい、そうや、ちょっと下すぎるぞ、そうや、これラインが。ポールの過ぎてから、ほら、ポール過ぎてからすごい横になっちゃってるでしょ。ユースケ、行きます。ターン始めるタイミングが遅いぞ、これじゃ。いいな。はい、ユースケさん、OK でーす。はい、ゆうすけさん、お願いします。ちょっとエッジ丸いかな、もう体中入れない、中入れない。ちょっと左が中入るな、左が。はいよ。はい、よかな。はい、ちょっと待ってね。はい、スタートよ。はい、さらさ、よし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 、すみません、すみません、こっち、お願いします。はい、さと、OK。 はい、島田、はい、こっち、そうそうそう、お願いします。ちょっとこれ遅いぞ、ちょっと山が長いよ、ほら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 、山側でずれちゃってるぞ。もっとしっかり谷回りで、歩行付け、歩行付け。はい、スタート OK。 はい、構成。遅いなぁ。ほら、山だ、山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 だよ、これ、構成。はい、慶太郎、ストック横。そう。スキー引けるなよ。腰引けるなぁ、これで、横にして、ほら、な、こっちはいいけど、こっち内側なってんじゃん、ほら。わかるか？こっち。左肩、左肩。はい、持ち。じゃあ行きます。お願いします。はい、なさあ、回さないでこれるか？手出すな、手出すな、最後。これ、肩と手、回っちゃうよ、体。
次アンナ行きます。お願いします。アイアンナ起こす。マリーです。お願いします。はい、よしよしよし。ちょっとこれダウンがでかくてよくわかんないっていうのもあるな。でもだいぶからつけたアンナ。よし。はい、マリー。ゲートの上で、さあ、右外側しっかり乗ってこう。ほれほれ、こっちからだから少し内足乗って入るぞ、ターン。こっち。はい、鳥海亮、AKA、鮭男です。さあ、ほらは。それは、鮭るぞ、こっち、内足乗って。はい、やりがいすくターン。俺、これ避けるって。はい、マナホー、オンコース。さあ、今年は、切れてます。スタンス、もう気持ち狭くていいな。肩幅、肩幅。左外側、まあ、両ターンとも最後ちょっと手で回しちゃう癖あるからな。もったいないぞ。特に左終わりかな、左終わり。左で出すな。はい、ミュー、フローム、埼玉。次は投げに行きます。お願いします。ちょっと状態前傾きついなぁ。潰れてるなぁ、少し。上から下へ。ないね、ない。ないよ、しっかり実施したけどね。まっすぐ背中行きます。お願いします。おー、大丈夫か。やっぱりきっかけ遅いなぁ。こんなガンガン来なくていいぞ、まだ。ちょっともう気合入っちゃってるな、これ。しっかりゲームの上でコントロールする。体が入らないようにしてね。はい。はい、同じく、ラインね、ラインしてください。まずね、外目がね、多く前に出てきてしまうと、逆に外スキーを抑えられないんで、右の終わりまでちゃんと我慢しろ。やっぱりちょっとこっち右外側軽いな。手いらないぞ、手いらないぞ。前、いちいち出さなくていいよ。はい、お客様。さあ、おー、危ねえ。パターン入ったぞ。先頭。僕の前も、まずに俺は外だか。ちょっとやっぱ打ち手下がったりとか下が、引けたりするからな。絶対打ち手引いちゃダメだよ。ほら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 。手のバランスがすごく悪いな、まず。